一年待った甲斐があったぜ。日は年に一回のハードコアパンクのマジなお祭り。日はどんだけ無事で上がれんのか、一発そこで起こしめようぜ。マジゾーリゾイトさ、国道こだま号が交差する手前をカーブルを避けて、まあとすぐに北へ踊りを抜けてしまうな。Yeah.
えた街、通称 ABC、 アブノーマルシティ、アビコーシティ。常磐線界隈じゃ有名な話がある。俺はちっちゃい頃、うちのおばあちゃん陽一だ。俺こんな面してっけど、幼稚園入ればめちゃくちゃ可愛かった。てめえで言うのもなんだけど、一人一人写真見してくれ。だそんなばあちゃん、俺のことよう可愛がってくれた。そりゃそうよ、あんなで可愛いんだからな。孫っていうのは目に入れても痛くねえらしい、荒物本だって。いいよ、うちのばあちゃん用意してた。よう達郎、あっこ、あんた毛林さんべ、あっこな化け物でっから近寄っちゃいけねえって。これ本当だかんな、あそこでいろんなまずいことが起きてんだ。おめえみてえな可愛い子バクって食われちまうから。子供っつうのは見たい、嗅ぎたい、聞きて、何でも口に入れたがる。そんなもん行かなきゃ意味ねえべや。俺はその日すぐ友に誘った。よう、あっこのよう、竹林行ってみっぺ。やめになってよ友達。すぐには組み立てふんなかった。そりゃそうよ、近所じゃ有名だったからね。意を決した。真夏のさんさんと熱い太陽が降り注いでくる。ちょっと歩くだけで汗だくよ。しかしその竹林入ってみっぺ、サクサクサク寒気がした。俺はちょっと奥の方に黒いほくらみたいなの見えた。あそこ、あれなんだっぺ。すぐ後ろの幼馴染見た。そいつの顔みんなにお見せやりて。どんな顔してると思う。まさに生きた心地がしねまっつぁんの顔してた。そいつこんなこと言い始める。たっちゃん、たっちゃん、私の声は右耳から、そしたら左から、
Yeah!
ではなく前方に教えてやってくれ。しよう。これは暴力ではないんだっていうことを、愛があってこれが成り立つんだっていうことを、お互い迎える明日があるんだっていうことを優しく教えてやってくれ。そうか、怪我はしないように、怪我なんてさせないように、お互い様のライブ一発上げてこうぜ。Let's go.
成功図2019、これは経験停止ノート空間スクーラー旧柏原の忘れカーターで法廷 A チャンネル、かもめかもめ柏原でした。ありがとうございました。